はい、どうも、コマンチャージャー翼です。ですね、大東建託の課長の桁違いの給料について語ります。今ね、ツイッターやってますので、チャンネルフォーム概要欄に URL 貼ってますので、よければそちらからフォローお待ちしております。では、いきます。基本給が61万9千円。時間外手当が4万円。家族手当が9千円。役職手当が19万円で、通勤手当が1万円。月収が86万7千円ですね。賞与が年間2回で357万4千円。で、年収が1347万4千円ですね。こちら、年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。